皆さんこんにちは。愛媛県西条市着物しおみです。お元気ですか？今日もね、暑いですね。8月10日137回目の配信をしたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、暑いと思いながらですね、着物を着てるんですが、このすごい透け感のある着物でしてですね、こう見えますかね、この透けてますかね。はい、まあ、長襦袢を着るとね、あんまり透けないんですけど、このちょっとしずりというね、糸を使った着物なんですけど、非常にこう張りがあって、気持ちのいい、こう無地染めでね、染めてるんですけど、非常にも希少な糸を使っております。はい、こういうのもね、あと残り無地でね染めさせてもらってるんですけど、残り何単かあるぐらいなんで、ぜひね、こう清涼感を味わいたい方はですね、ぜひご注文いただきたいなと思います。はい、それではですね、いよいよまあ本格的に振袖フェアが開催されておりまして、毎日たくさんのお客様をお越しいただいております。お嬢様とお母様ご一緒に来られたりですね、妹さんご家族一緒に来られたりとか、まだお父さんお母さんお二人でね、来られるケースもあります。下見をしていただきながら、こういうのを見せたい、こういうのを着せたいっていうのを、まあ、ご家族で話し合いながらですね、どんどんこう成人式に向けてモチベーションを上げていただいているような日々が続いております。でよくですね、まあ、最近なんですが、お母様の着物であったりとか、ご兄弟さんの着物であったりとか、まあ、親戚の人がくれたとか、いろんな振袖があるんですよね。で着物あるから大丈夫って、よく言われるケースがあるんですが、やっぱり気をつけていただきたいのは、その着物の状態をまず早く知っていただきたいということなんですね。はい、でこれは今間もなくね、こう成人を迎える方が、ああいよいよ成人式だ、ね、年明け成人式だ、ああ再来年成人式、あと1年半ぐらいでもみんな見に行ってるから見に行こうとしてるんですが、もちろん大事なことなんですが、お家にですね、振袖がある方、お持ちの方、もう子供さんがもう小学校中学校をなる段階で着物はね、一度開けていただきたいんですよ。まだまだ成人式あと10年先だから大丈夫とか言うんじゃなくてですね、今ある着物をもうすぐにでも出していただきたい。なぜかというとですね、最近の着物は非常に保存状態がいい、だからこそ甘えている部分っていうのも少なからずありましてね、そのままにしてたりとか、まあ、乾燥剤入れ替えたりとか、まあ、中には防虫剤を入れている方もいらっしゃるんですね。で絹の証券でだけでしたら、まあ、基本乾燥剤、要するにシリかけるだけで十分なんですが、まあ、防虫を入れることによって非常に、まあ、人も寄りつかないぐらい匂いがね、きつくなってる、うん、でこれがね結構早く陰干しをしていただいたりとか、まあ、その匂いを取ってほしいんですね。で開けていただきたい理由、もう一つとしてはですね、サイズなんですね。着物のサイズ、今成長過程でお子さんが中学校高校生ぐらいまでだったら実はそのまんま着れてた、でも成人式を迎える年頃になって開けてみると、もう最近の方はですね、足手が長いです。はい手上がりました。はい、めちゃくちゃ長いんですよ。で長いとやっぱりどうしても寸法が合わなくて、まあ要するにこの雪っていうところがですね、こっからここまでですね、ここ背中心です。ここ背中心ね、着物こうなってますが、ここの背中心からここまでの距離、これが雪になるんですが、ここがねめちゃくちゃ長いんですよ。で着物の反物の幅っていうのがこの幅が繰り返されてるんですね。何か単物1個取ってもらっていいですか。で着物も振り袖も一緒なんですよ。こういう単物の生地から作ってて、要するにこの単物この幅でこの背中心までのこう2枚の生地を合わせてるんですね。じゃあこっからここ、これの倍、ここが雪の最大の長さになります。こっからここまでが、意味わかりますかね。
これが袖、これ胴、ね、でもちろん縫わないといけませんので、縫うっていうことはこっから折り込む部分があって裏地が入りますよね。だから絶対ここまでは出ないんですよ。こっからちょんちょんとこう折って、こっから仕立てていくんですね。だからこっちももちろん短くなって、縫い合わせるところ短くなる、でこっちも短くなるっていうことは、最大生地の幅はこんだけありますが、縫い込んでいくとこの横の部分っていうのはのり代というか縫い代で必要になってくるんですよ。だから結局この幅になっちゃうんですね。はい、でこれの背中の部分足して、この部分が最大の長さで、じゃあどこまで取れるかというと、この生地の幅も実はいろいろあるんですけど、早くまさかここでね、私も振るとは思わなかったけど、はい、ああいいねいいね。で例えばこの着物ね、お召しの着物が今持ってきてくれたんですけどね、反物でも長さが、うおやりました、キラちゃんやりました。これだけ長さが違うんですよ、これだけね。はい、まあこれがだいたい40センチぐらい、こっちが43センチぐらいあるんですけど、それぐらい長さが違うんですよ、反物の幅が。ということはこのお召しで着物を作ったら、この着物より手の長い人いきますよね、真ん中からこうなるんでね。はい、で振り袖の生地もそれぞれ違います、それぞれ違うんで、まあ、要するに今もう最近はですね、もう170センチぐらいあるお嬢さんがねいらっしゃったりとかするんですけど、まあ元があるんですけどね、まあ非常に手足が長いんですよ。だからこういう、まあ要するにキングサイズと言われる生地幅のもので作られた振り袖じゃないと合わないんですね。うん、で身長が175センチまで対応とかっていうのをもうここ最近ではしっかりと作ってます。はい、でそういうのを、まあ、選んでいただいたらいいんですが、ただですね、レンタルでもその大きいサイズのをやってるところもそんな数はないんですよね。だからまあ早めにですね、相談していただいて、準備するとかなんですが、まあ、今日何が言いたかったかというと、大きい人は大変だって言いたかったんじゃなくてですね、こういう着物があって、このお手持ちの着物状態がいいのにお嬢さんに一回も着せれんまま終わってしまうっていうケースがたくさん出てきているっていうことなんですよ。だから今、まあ、お受験とかもあるんですが、まあ、10代10歳超えてくると一度開けていただいてですね、まあ、成人年度が成人年が18歳になりましたんで、18歳の記念にお手持ちの着物で写真を撮るっていうことをお勧めしてます。で、まあ、成長過程なんでやっぱり身長がまあ150とか160の段階で切れますんで、まあ、ちょっとつまんであげたりとかで十分切れるんですね。でしかも状態がいい状態が続いてるんで、保管状態がですね、だからそのまま切れるということを、せっかく綺麗な状態で、せっかくタンスで眠らしてるんで、ぜひね開けていただきたいんですよ。早く開けたもん勝ちです。今日はそれだけが言いたかったんですね。ではまた皆さんお会い、早すぎるね。そうでよくね、これ一生懸命探してきたんですけど、こう袖口、着物って汚れるところが、だから手汗ね、この特にこの袖口のここですね、ここがめちゃくちゃ汚れやすい。手の角質とか
がここによくつくんで、ここが汚れるのと、で裾周りですね、着物の一番の裾、はい、ここですね、この裾周り、特に後ろ、これが背中心、ここですね、ここで上前のね、この部分ですね、ここがね、やっぱり泥はねであったりとか着用、またすれ、等々が起こりやすい場所なので、特に汚れを気にしていただきたい。でまたこのよくよくあるパターンがこの袖口なんですけど、この袖、ここが前ですね、こうね、この前です。でこの脇、ここがこうなってるんですよ。これがね、よくね、ちょっとだけでも袖をノブに引っ掛けた、座っとる時に椅子でちょっと踏んでしまった、お尻で挟んでしまったってなったら、すぐにねベリってなっちゃうんですよ。こんな感じでベリって。で着物ってすごいのは、糸を手縫いで縫ってるんですね、ミシンじゃなくって。で手縫いってこういう時に力発揮するんですよ。どう発揮するか、これね、縫い糸がちぎれるようになってるんですよ。でこれミシンで縫っちゃうときついんで、生地が切れてしまうんですね。で手縫いっていうのはそういうところの力があって、こう余分な力、負荷がかかった時にこうビリビリってこうわざと切れるようになってます。これがプロの腕です。そうね、だからこういうところも切りやすくなってるんで、この色なんよ多分ね、今日は。はい、こういうところがやっぱ避けやすくなってる、構造上なってるんで、オーラがすごかった。このちょっと色が跳ねるんでしょ、うん、めっちゃ光る。でこういうところを特に気をつけてもらいながら、ああ大丈夫大丈夫って言いながらですね、あ、そうそう、もう一個仕掛けがあったんじゃ、大丈夫大丈夫って言いながら開けてみたら、実はそういう脇とか袖口の汚れとかですね、裾の汚れ、またですね、上前に結構こう五分って言って、白いところをね使ってることが多いです。近づいてもらっていいですか。こういうね、白いところ、こういう五分とかを使ったところが、ここがね、カビがね来ていたりとか、黄色く黄変していたりとかっていうことが多々あります。でもう一つ着物のチェック項目として気をつけていただきたいのは、このね袖なんですよ。振り袖は袖が長いんで、この始末がね、畳んだ時にこう綺麗に畳んだつもりがですね、じゃん、あれあれあ、おかしい、直っとる。袖がね折れやすいんですよ。あら、はい、折れやすいです。直りました。でこういうふうにね折れてしまうことがあって、結構シワがねしっかり入っちゃいます。で特にやっぱり襟元とノート襟元とこの袖のシワはね、気になるんで、やっぱり一度開けていただくっていうことをしてください、ね。でまあ本当にやっぱこう二十歳になってね、さあ着ようってワクワクしながら開けて、しかも本当にギリギリにしかね、開けられない方いらっしゃるんで、やっぱりもっともっと早く、本当にもう10代になったら、開けていただいて、でその時だったらそのまま切れますんでね、切れる。でそれがね、もう18、19になって、あ、もう成人式、あ、みんな前取りしだしたから開けようっていうのではね、ちょっと遅い。だからもう本当に切れなくなった寸法になってしまったら、もうそのままね、いやもう次誰が切るみたいな感じになっちゃうんで、早く開けてください。
で、塩見がですね、先週決算の第1弾をやりまして、第2弾がね11日からありますっていうね告知をさせていただいてたんですけど、明日11日からですね15日の月曜日まで第2弾の決算売り出しということで、まあおしゃれ着物特集ということで、普段着やすい着物の展示とですね、引き続きまあもちろん振袖フェアを開催しているのと、まあこの着物のお手入れキャンペーンということで、まあこのお休みタンスのね整理とか陰干しとかねされる方いらっしゃると思うんですけど、ぜひお願いします。で、お手入れキャンペーンということで、まあ丸洗い、通常の合わせの着物、ね、色留め黒留め訪問着、こういうところも通常価格の半分近くの金額でさせていただいたりとかですね、振袖留め袖もですね、超価格でさせていただいております。で、長襦袢とか、あと着物の洗い張りで仕立て替え、まあ、例えば、まあ、この着物でも大きくすることも小さくすることもできるんですけど、まあ、大きくするのには限界があります。で、まあ、165センチぐらいまでだったら寸法も出せますので、まあ、お母さんがね身長160センチぐらいだった、でそれをお嬢さんに譲りたいってなったら、洗い張りをして仕立て替えということが、可能にはなってくるんですが、まあ、寸法をね大きくするっていうのが、まあ、いろいろと障害が出てきて、全てねこう縫い込まれている部分、っていうところが、まあ、折り目がねもちろんついてるんで、その折り目をねこう伸ばしていったりとかですね、まあ、この長年の時間が経つとですね、こういう折り目のところもやっぱり少し色が変わっちゃうんですね。でもちろんこれ裾なんで裾切れしてたりとか、することもあるんで、まあ、取れる寸法っていうのが、変わってくるのと、こう中にまた違う生地胴裏っていうのがあります。この胴裏の部分ですね、この部分がどのぐらい余裕があるかっていうのが、変わってはくるんですが、まあ、この辺で、まあ、新しい胴裏に変えないと大きい寸法には変えれないものがあったりとかですね、まあ、この黄変で色がねもう完全に変色してしまっているものは新しいものをお勧めしております。はい、またですねよくね質問があるのが、絞りの着物はどうなんですか、ね、刺繍の着物はどうなんですかっていう、お話をいただきます。これもですねできるものとできないものがありますので、それはね専門のプロの方に見ていただいてですね、判断と、まあ、染み抜きの、まあ、見積もり等々も、まあ、ほとんどのところ無料でね見積もりしてくれるんじゃないかと思います。いきなり、まあ、見積もりでお金取るようなところはちょっとどうかと思うんですが、無料でしていただけるところはたくさんありますんで、専門の呉服屋さんにね、見てもらうことをお勧めをいたします。はい、専門店に行かれることをお勧めしますね。もちろんね専門店じゃなくても丁寧なお仕事されてるクリーニング屋さんとかあるんですけど、でもやっぱりこう着物を日常的に扱っているところじゃないと、着物の素材とか、染め方染料とかそういうものに対しての、まあ、堅牢土地の違いであったりとか、まあ、細かいところがやっぱりニュアンス的に、大丈夫だろうっていうね、ところで進むと、まあ、色がなく滲んだりとかですね、刺繍がほどけたりとかですね、いろんな、まあ、トラブルで、そのトラブルが起こった後にお持ち込みされる方いらっしゃるんですけど、まあ、本当にもったいないぐらい費用がかかる、で元には戻らないというケースもありますんで、まあ、もちろんそれをねごまかしていくという技術もあるんですが、やっぱりね極力生地等々を傷めたくありませんので、専門店に持っていかれるとやっぱりその安心な、と思います。はい、まあそういう感じで、ちょうどお盆ですしね、帰省されている方もたくさんいらっしゃいます。先ほどもね関西に行かれたお嬢さん帰ってこられてね、ばあちゃんと一緒にね、来ていただきました。お土産をいただきましてありがとうございました。はい、なんかやっぱりねこう久しぶりの顔を見るとですね、もうなんかすっごい大人になっていくんですよね。大人になっていくのは当たり前なんですけど、成長していて、勉強も頑張ってるって話を聞きながらね、学校はね山の中なんよみたいな、感じの話をしててね、やっぱりなんか
皆さんがねどん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 こう大人になっていくのは嬉しいなと思いながら、またねやっぱこういう成人式を含めてお付き合いさせていただいてですね、また結婚する、子供生まれた、七五三の予約とかでね、日々ご予約をいただいておりますので、楽しくね仕事をさせていただいております。はい、それでは皆さん、このお盆ですね、ぜひ普段開けないタンス恐れずぜひ開けてみてください。そして開けたら、まあ、雨降ったらやめてくださいね、極力晴れた日に、開けていただくのと、もうちょっとねこう開けるだけで酸素が入れ替わるんで、もう全然 それだけで状態違うんですよ。でもう干すとかね、もうそこまで望みませんから、できる人はしてください。もうできない方はもうタンス開けるだけで構いませんので、それだけでも着物の状態っていうのは全然違う。もう少しできるんであれば、多頭紙のね紐をトゥンとしてふわっと空気を入れていただくだけでまた全然違いますんで、ぜひね着物に優しい、環境をねこのお盆の休みの時に、家族とお話をしながら、ぜひ取り組んでください。またねまだお振り袖でね、決めていらっしゃらないお客様いらっしゃいましたら、ぜひね潮見の方にお越しいただきたいと思います。それでは皆さん楽しいお盆をね過ごしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では137回動画配信を終わります。次の配信はまた来週ぐらいかな、来週予定しますので、お盆明けですね。でいよいよ、ね、まあ多分ですね、もう振り袖もこうちょっとクライマックスを迎える頃か、ちょっと終わったぐらいかっていうところで、まあ、意外とねお盆明けにね来られるお客様もいらっしゃってですね、今から本当にもう日々、振り袖の戦いとなってるんですが、小物とかもねとうとうたくさん揃っておりますので、ぜひねこの機会にお越しいただきたいと思います。早くね動いた方が、選択肢が広がる。で最終で言うと成人式当日なんですよ。でそこまでにどんだけ余裕を持つかっていうことが、それまで前撮りも必要ですし、いろんなものの準備大事ですし、ヘアアレンジ、髪の毛をどうするかとか、どういうふうな形で出ていくか、前撮りどうするか、成人式当日どうするかとか、いろんなことを考えるためにはできるだけ早く、呉服屋さんにね行って、ね、お母さんの着る、レンタルする、購入する、ね、いろんな選択肢がありますが、そういうのをしっかりと決めていくということが大事で、でその前段階でできるということは、まずお手持ちの置物があったら早めに出していただくということをぜひねチャレンジしてみてください。はい、それではまた、来週お会いしましょう。さようなら。